はい、始まりました。はい、こんにちは。はい、本日はですね、はい、認知症予防活動コンソーシアムの、ちゃんと言えました。はい、歌丸和美さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、あの、私ね、はい、この社名を言えるかどうかが、すごく実は不安で。で、こう、付箋に書いて、はい、あの書いてちょっとあの見ながら言おうみたいな感じで、まあ、通称におかつっていうんですよね。はい。と、はい、いうことで、ようこの部屋ということでですね、毎日平日の12時半から、こうやってですね、いろんな方をお招きしてお話をお伺いしてるんですけども、本日はにおかつの歌丸和美さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。では歌丸さん、あの自己紹介お願いいたします。はい。認知症予防活動の頭文字、認知症のに、予防のよう、活動のかつで、におかつというふうに言いますけれども、私はその、 あの代表をさせていただいております、歌丸和美と申します。はい。あの特に師匠と遠戚関係があるわけではない。はい、いや、師匠は下やから。はい、そうですね。で、師匠名字ちゃうから。師匠は桂歌丸。そうなんですよ。ね、でもやっぱりね、はい、歌丸って言ったら師匠って思ってまうね。はい。そうなんです。絶対で言われるでしょ、めっちゃしょっちゅう、はい、師匠とかって。そうです。結構なんか、あの、お孫さんですかとか言われたりとか。その時言ってくださいね。いや、師匠は桂ですからっていうふうに言っていただくだけでも結構ウケるかな、みたいな感じではあるかなと思うんですけども。はい。はい、ぜひぜひ、あの、皆さんですね、コメントとか入れていただけたらと思います。で、歌丸さんは、だから本名なんですよね。本名です。はい。ね。だから、歌丸さんっていう名前、私も初めて聞いたんですけども、結構いらっしゃるんですか？日本全国。いや、どうなんでしょうね。私も、あの、実は主人しか知らなくって。あ、そうか。結婚して歌丸になってしまったんですね。そうなんですよ。だから結婚するとき、本当友達に勇気あるなとかって言われたり。あと、なんか絶対子供は男子を産んで受け継がしていかなあかんでとかなんか言われたりとかしました。え、ほんなら、知り合ったときに歌丸さんが、ね、歌丸さんと知り合ったということやもんね。そうです。はい、でもそれだけでね、なんか歌丸さんっていう名字だけで、なんか話のきっかけになるか、私ちょっといいなって思いますけどね。あ、ありがとうございます。やっぱなんかビジネスされてる方は大体そうおっしゃいますよね。でしょう、はい、だってもう何でもそうやけど、もう、オチ、まあ、特に関西人だから、オチ欲しいじゃないですか。なんかそうですね。で、話のきっかけとかっていうの欲しいですよね。だから割とその名刺とかにね、こう今、うん、今はどっちかというとビジネスのことだけじゃなくて趣味書いたりとかね。そんなんで何かこう共通があったらこう話のきっかけになるみたいな感じなんですけど、歌丸っていう名前だけでね、きっかけになりますもんね。そうですね。まずこう話題がちょっと。話題が、はい。まあ結婚してよかった、ね。いや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 、もう本当にね。はい。で、におかつっていうのは、具体的にその認知症予防っていうことの活動をされてるということなんですけども、はい、あの、そもそもこれ何年ぐらい前からどんな感じで、はい、どんな経緯で、はい。もともと、2018年に、認知症の、なんか予防を、なんか頑張ろうって言って、あの、大阪の空堀通り商店街で、ちょっとイベントをやってみたんです。その時はまだ普通にボランティアで、全くのボランティアで。なんかね、あの、机を並べて、で、アロマハンドトリートメント無料でやりますよって。で、アロマハンドトリートメントすると、結構すごい会話が、広がってくるんですよね。ああ、はい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 。だから絶対無料なんでどうぞって道行く人に声をかけて、まあおじいちゃんとか、はいはいはい、多分認知症の方もいらっしゃるんですよ、はいはいはい。その辺分からず、まあとにかくハンドをやるんですよ。で最初はなんか、はいはい、なんか物を売りつけんのかよみたいなこと言われるんですよね。ああ。売っちゃいますよって実はこういうイベントでねって言って、それはあの、うんうん、ある認知症予防サポート協会っていう団体さんがやりたいは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 いだけだったんですよ。はい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 。で、私、その手伝うにあたって、自分、ヨガインストラクターの仕事もしてたので、たくさんの友達とか、はいはいはい、あの、知り合いに声をかけたんです。はい、こういうイベントさんに声をかけたら、結構、あ、じゃあ、歌手呼んであげるよとか、ダンサー呼んであげるよとか、あの、結構いろんな人が無料なのに出てくれたんですよね。すごいですね。そうなんです。だから結局、延べ、あの、4日間もやったんで、数千人の方が利用されたと、うん、見られたと、はい。で、その時にすごいたくさんの人が認知症予防って言うと人が集まるんだなとか、うん、あのプロの人が無料でもいいよ、だって大事なことじゃんとかって言って動いてくれる。うん、
あ、これ絶対なんかこう、ずっとやってた方がいいんじゃないかな。はい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 、はい。そこからその認知症予防活動っていうのをなんかやろう、はい。でも認知症予防活動ってちょっと硬いから、はい、におかつっていうの、はい、あ、なんかね、あの、ロゴも可愛いですもんね。におかつってね、書いたらね。もう本当最近作ってもらったばっかりで、それがなんか2年前ですよ ね、まだ。で、動いてるのは、あの、キャラバンメイトといいまして、あの、オレンジリングって認知症サポーターの証があって、はい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 。その人たちが、はい、なんか固まったときましたよね。固まったってコメントがね、はい。あの、ヘビーユーザーの大貞さんっていう方が、はい。たまったとき、はい、そのオレンジリング持ってる人とか、はい、そのキャラバンメイトの人たちが、はい、いわゆるボランティアばかりやってる人たちなんだけども、はい、あって、はい、なんかあの、はい、ただ認知症の方を見守るだけじゃなくて、はい、こういった活動を増やしたいよねっていう仲間が集まって、はい、っていう感じで、はい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 、なるほどね。具体的にね、例えば予防することとしてできることってどんなことがあるんですか？はい、そうですね、あの、これをしたらならないですよなんていう答えは、うん、つまりそれは確約はないですけどね、うん、そうなんです。ただ、まあ、の生活習慣、あ、生活習慣病と言われるものは、うんうん、例えば糖尿病とかはもうリスクが2倍になったりとか、うんうん、あ、やっぱ血管、あの、血圧高い方、高血糖、そういったものがもちろん認知症につながっていくというのは、うんうん、いわゆる血管の病気なんでね、老廃物が溜まっていくことによって、あ、なるほどね、はい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 、二人っていうことが原因と言われていて、うんうん、で今あの根治薬がないんですよ、お薬が、うん、そうですよね、うんうん、はい、で、あの、ちょっとおかしいなおかしいなっていう状態が続いて、MCI 軽度認知障害って言うんですけども、その時にこういったケアをすると戻ってきますよみたいなのはちょっと分かってることがあるんです。なるほど、はい、だからそういうことができる人をたくさん増やして、なんかみんなでやろうよっていう地域でそういう活動が増えたらいいなと思って、あとはそれ以外にその、あの、アロマハンドトリートメントにそういった手法であるとか、脳トレっていう、まあ、脳の理学療法、なるほど、はい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 、アロマなんかを使って嗅覚から、はい、あの、しっかりと刺激して、それはなんかこう結構興味津々ですね。そうなんです、あの、実はカイバーって短期記憶は嗅覚と直結してまして、あ、そうなんですか、はい、実は認知症の方っていうのは特にアルツハイマー型の方は鼻が効かないんですよ、はい、え、なるほど、はい、嗅覚がまず落ちてしまって、そこから短期記憶という流れが多くて、で、まあ、私はすごく五感に刺激するっていうことを一生懸命考えてるんですよ、はい、特に香りっていうものは、あの、視床下部を通らない五感なんですよ、なんで、あの、香りによってしっかりと脳を刺激してあげるっていうことを、これを習慣づけていくことによって、かなり回避していくことができるんじゃないかなって、活動を。なるほどね。でもそうですよね。やっぱり、でもあの、やっぱり何かこう、よくあるのは、こう、環境が変わったりとか、はいはい、あとその、やっぱりその、あまり、交流されなかったりとかしたら結構進んでしまうっていうのがあるじゃないですか。それってやっぱり五感に刺激が入らないっていう部分があるんでしょうね。そうです。やっぱ年齢に行ってしまうと、うん、例えば目も見えにくくなったり、うん、耳も聞こえにくくなったり、なるほど、まあ、日中って鼻が動かなくなってしまったりすると、そうですよね。しないって、まあ、どうしても老化によってさまざまなそういう落ちていくのは分かってるんですけど、それによっても私はあかんのちゃうかなって思ったりすると、落ち込んでいったりって、なるほど。心で生きてるところがあるので。そうですね。いやいやいや、もうなんかそれ素敵な話やなと思います。はい、予防塾にその地域活動をたくさんの方がするようになって、はい、それで社会とつながりつつ、かつ収益が得れるっていうのが多分一番老化しない方法だっていう、はい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 、いろんな研究がされてるんです。なので、私は、部活によって地域活動を増やして、収益授業を、はいはい、まあ、そんなに何万とかじゃないですけど、はい、あの、はいはいはい、ちょっとでもね、うん、わ、はい、かります、うん。ただのボランティアだけで終わらせずに、必ず収益としてもらえるっていう、社会につながるっていうことを、長く続けられたらいいんじゃないかなっていう。いや、もうそれでもすごい大事なことですよ、やっぱり。だって、なんか、でかよくあるのは、お仕事を引退された時にね、ガクッときますもんね。そうです、そうです。ね、そういうことですよね。はい。うん、実際に今、近況的にはどうですか？その、まあ、活動自体で、なんかコロナになって困ったこととかっていうのはあります？
そうですね。私たちその活動の中で、その、セラピストってあったりとか、うん、ノートレのリーダーを育てるっていうことをやってたので、そこもちょっと抑えないといけなくなったのと、うんうんうん、あと一番きついのが、介護施設とか、地域の方に入ってやっていた活動が、やっぱちょっと、今はちょっと、みたいな感じで、激減してる。なるほどね。はい。ちょっと、はい。そうですね。じゃあそれで、まあ、そういうのもいろいろあって、今回の、ね、9月のイベントは、まあ、後ほどちょっと PR していただきますけども、はい、ズームっていう形で、誰でも参加できるようなパターンで考えていただいたということですよね。はい。で、歌丸さんのちょっとプライベートのことも聞きたいなと思うんですけども、なんか好きなこととかハマってることってあります？まあ、私本当に健康オタクなんです。自分で言うのもなんですけど。いいですね。はいはいはい。で、食べ物がどうのこうのとか、運動がどうのこうの、そちらももちろん知識としては大事なんですけど、はいはいはい、心が病むと一番あかんっていうで、そこが一番コントロールできないので、私は猫がいいって言うんです。はい、私とこも猫いますよ。はい。2匹、2匹。あ、うちも2匹いて。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。もうその猫を撫でてたりとか、お腹にもふってやってる時間がもう。あれでもね、すっごい効果あるみたいですね。らしいですね、なんとか、なんとかっていうホルモンが出るんですよね、猫触ったら。そうですね、なんかオキシトシンとか、そういったのが。あ、そうそうそう、それ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 、はい。それが出るって聞きました。うん、そう、猫のゴロゴロ音を聞いてるだけでも心休まるらしい。そう、なんか、それもゴロゴロもいいらしいですね、その、うん、オキシトシン？そう、オキシトシンって。オキシトシンが出てくるって聞きました、それ。そうそう。オキシトシンって、体触れ合うことによってこうよく出てくるんで、アロマ反応も。ねせるね、いやいや、すごいですね。なんか猫の効果はすごいっていうのは、私ちょうどたまたま今日 YouTube で見ました。あ、本当ですか。朝割と流しっぱなしなんですよ、私 YouTube。ああ、へえ。それはなんかラジオみたいに聞くのが好きで。で、それでまあ、私は勝間勝代さんっていう人の YouTube がすごい好きなんですけども。体の。いや、経済コラムニストの勝間和代さんという方が、そっちなんですよ。島の人の、YouTube がすごい好きで、毎日見てるんですよ。そうなんですけど、その時その彼女がそんなことを言ってましたね。彼女も猫を飼ってらっしゃって。はい。そんなこと言ってはりました。はい。じゃあですね、もう10分過ぎたんですね。じゃあ、最後にですね、今度のイベントの告知をお願いできますでしょうか。はい。ありがとうございます。こちらですね。ニオカツフェスっていうのを今まで小学校を借りたりとか、区民センターとか借りて、はい、まあ、2、300人集まるようなイベントをやってたんですけど、今できないので、はい、24時間オンラインで行います。はい。9月の21日っていうのが世界アルツハイマーデーなので、はい、まあ、その日24時間、前日の夜から夕方までやらせてもらいますので、皆さんぜひオンラインなんで見に来てください。YouTube でね、はい、見るだけというのもありますし、ちょっと Facebook のイベントをちょっと見せましょうか。あ、あります。ありがとうございます。はい、あります。はい、こんな感じで、ニオカツフェスのはい、オンライン24ということで、これあれですよね、ほんまに24時間テレビみたいにやるんですね。そうなんです、そうなんです。夜の7時から、そうです、ね、次の日の朝の朝じゃ次の日の夜の7時まで。そうです、ですよね。で、これはお申し込みはどこからやればいいんですかね。あ、もうこのサイトの方を見に行っていただいてもいいんですけれども、はいはいはい、ここのFacebook の方ちゃんとできてなくて申し訳ないんですが、はい、LINE 公式アカウントがあるので、そちらを見ていただくとですね、はい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 、例えば10時のやつ面白そうやなと思ったら、9時50分ぐらいにメッセージで送られてくるんです、はい、で、それクリックしたら10時の見れるみたいな感じで。わかりました。その LINE 公式アカウントの URL は私後でメッセージいただいてもいいですか。あ、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと動画の方の紹介に貼っ付けときますので。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、で、ということでですね、はい、本日のゲストは、ニオカツの、ニオカツにしますね。はい。はい、ニオカツの歌丸和美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。はい。LINE でこれも当たるんで、ぜひ登録してください。はい。かわいい。はい。ありがとうございます。はい。